え、今日は、なんというか、早すぎた傑作と言いますか、この漫画ご存知の人どのぐらいいるかわからないんですけども、マイというですね、超能力少女の、漫画のお話をしたいと思います。おはようございます。今日もよろしくお願いします。マイという漫画なんですけども、少年サンデーで、1985年から1986年、まあ結構短い時間なんですけども、単行本も全6巻かな、発売された、超能力を使う少女の物語の話ですね。登場してくるのは東京に住む14歳の中学生少女の話ですね。その少女が世界で5人だけ見つけられた、超能力者の1人ということで、この組織がですね、世界的なスイスのジュラ山中にあるですね、世界の秩序をコントロールする秘密結社、サーティン・ウィズダム・アーリアンズ。サーティンウィズダムアーリアンズっていう秘密結社に、見つけられた5人の少女の、あ、5人の少女じゃない、その主人公の少女の話です。で、全部で5人、その超能力者が出てくるんですけども、その超能力者はですね、みんな複数の超能力を保有してまして、透視とかテレパシーとか、あと目から光線とか、もうサイコキネシスも全部使えるっていう設定ですね。これはですね、もう本当に早すぎた傑作というか、今はですね、シリアスなヒーローものっていうのが受け入れられている、どちらの、でもアベンジャーズとか、もう DC コミックスとか、もうハリウッド映画のおかげもだいぶあるんですけども、結構真面目な SF 設定っていうのが非常に受け入れられている世の中なので、もうこの今の時代だったら非常に受けたんじゃないかなと思うんですけども、もう本当に早すぎた傑作ですよね。前にティム・バートンがサイキックガール前みたいな感じでハリウッドで映画化するっていう話も一回出たんですけど、ちょっと流れてしまったのかなっていう感じですけども、非常に残念ですね。ティム・バートンに映画化してほしかった。ドームより、大友克洋さんのドームよりも結構後、ちょっと後なんですけど、まあドームの流れを組みつつも独自の世界観を構築した超能力漫画の傑作です。子供の頃読んだことあるんですけど、子供の頃はですね、ちょっと断片的にしか読んでなくて、これ何の漫画なんだろうなって、一応超能力の漫画なんだろうなとか、一応は考えてたんですけど、断片的な記憶しかなくてですね、今回改めて読み直したということになります。で、この主人公の女の子はですね、超能力を持ってることにまあ自覚的なんですよね。たまに自分でいたずら程度に使ったりするんですけど、まあ家族、お母さんから受け継いだ力で、その家族とか周りの人はその超能力の前のを守るためにですね、戸隠流呪術っていうのを使って、前のことをね、守ったりしてるんですよ。普通、周りの人たちは武術で普通に強いっていうね。最初の展開からですね、日本でその超能力少女を捕獲するために下請けされてる情報機関があったり、まずそこと対決するんですけど、そこで、ね、サイキック少女とは関係なく、謎の巨大生物とか巨人が出てきて、巨人とその前のお父さんが戦ったり、突然その情報機関が味方になったりとか、あと、謎のとても強い大学生が途中から助けに来て、その大学の寮の男子生がその舞ちゃんのことが大好きになって、この舞を助けるために奔走するっていう描き方をされてて、非常にね、予定調和なことがないんですよね。先が読めない意味で。結構土地的には狭い感じで展開してるんですけど、本当に先が読めない展開で、結構ね、全6巻って言ったんですけど、その1巻1巻ごとに本当に驚く見どころが随所に用意されてるコミックスなんですよね。特に山中にお父さんと逃げて、お父さんと別れてしまって、一人で逃げて子犬を助けるっていうね、一人で東京に戻ってきて子犬を助けるっていうシチュエーションがあるんですけど、子犬を助けた時にとんでもない大事故をその前は起こしてしまうんですけど、その描写とかね、本当によくできてて、まあ当時の少年漫画だからできたんだろうなって思いますけど、その中学生女子が
背負うゴーたるやみたいなね、もう大変なすごいゴーを背負って生きてる。まあ超能力者っていうとね、やっぱ超能力者ってそういうゴーを背負ったりとか力があるものは責任を持つみたいな、スパイダーマンみたいな、スパイダーマンみたいな考え方になるんですけど、まあこれ舞っていうのを描いてるのが、絵を描いてるのは池上良一先生で、池上良一先生はあれですね、日本版のスパイダーマンのコミックスも描いてましたね。スパイダーマンじゃ、まあスパイダーマンみたいに力を持つものは責任を負うみたいなことが、やっぱね、こう中学生の少女がその力を負うっていうことによって、まあ、なんとかなんというかね、この非常にドラマ性を生むといいますか、世界の秩序を牛耳る組織と徐々に戦う決意をしていくという少女の話なんですね。真面目すぎてですね、作風も絵も激画タッチなので、敵が出てくるんですよ途中から。その5人の少年少女がその組織によって確認されるんですけど、その5人のうちの1人が前で、その他のドイツの少女がですね、こう敵対してくるんですね。日本に来て舞を捕獲するためにこう舞を狙ってくるんですけども、こうその少女が半端なく残忍っていうね、この少女の顔をして、もうものすごい残忍なことしか考えてないですよ。もう私より強いものはいらないみたいな、その考え方でこの舞を襲ってくるんですけど、もうその少女、敵、やっぱね、少年漫画ってね、敵が明確、同等の力を持った敵が明確に出てくると盛り上がるもんでね、本当にそいつが出てきてから本当に面白い。そいつの、なんだろう、容赦ない感じがね、いや素晴らしいんですよ。その容赦ない、もうドイツで可愛い顔したで、こう舞とね、大空中戦を展開するんですけど、まあ素晴らしい、その空中戦描写、本当にね、もう30年以上前に描かれた漫画かなっていうぐらいね、本当に面白いです。その後、まあ、残りの3人の超能力者の少年も出てくるんですけど、まあそれがね、またね、随分と個性的で、まあ、それぞれの立場で、前に絡んでくるんですけど、まあ、本当にね、面白いですわ。謎をちょいちょい解明しつつ、まあ、前は、だんだんと、自分のね、能力を受け入れて、強くなっていくんですけど、まあ、ある決意をして固めていくんですけど、まあ、やっぱこの漫画もね、いかんせん途中打ち切りなのかなっていう、ちょうどもう、私が責任を負うみたいな感じになったところでちょうどクライマックスを迎えるんですけど、でも普通の学校生活に戻ったように見せかけて、実は明らかに違うみたいな、悲しい、見方によっては非常に悲しい終わり方をするんですね。やはり一人の強い少女にはなったけども、非常に悲しい終わり方をするっていうね、この非常に終わり方も真面目、前編通して真面目なサイキック少女のお話なんです。いやー、これはぜひね、今この時代、この時代に再評価していただきたい。今電子書籍で読めるんで非常におすすめです。ティム・バートンに映画化してほしかったなー、うん。